方、殴って殴って投げ打つという鈴木悟。さあ両者の対戦を迎えました。フィールズ K-1 プレミアム2006ダイナマイト、 K-1 元世界チャンピオンの正人か、それともボクシング元日本チャンピオンの鈴木か。さあいよいよコースを合わせます。今ゴング打ち鳴らされました。正人選手が珍しく怒ってましたからね。そうですよね、もうテンション高かったですね。松葉杖を持ってこい、そう語った松葉です。ジャブついてるよ、松葉杖持ってこいっつって。ジャブだよ、受け返しない。そしてジャブ当てるよ、ジャブ当てるよ。鈴木がまず左のキックを飛ばしていきました。ロキック松戸、さあ蹴った右ストレート、コンビワンツー。マサトも当然そのローキックを蹴りながらパンチも繰り出していきます。右ストレート、さあ鈴木が前に出ました。パンチきましたね。鈴木は2005年の10月のマイク三陸戦敗れました。まあそれがデビュー戦だったわけですが、ゴングが鳴った途端に自分はボクサーになってしまっていたんだと、そう、慣れがなかったということを反省点として話しました。鈴木のパンチ、ロックアウト、ミドル、マサトのミドルキック、鈴木の右の肘のあたり。鈴木選手がすごいプレッシャーかけてきますからね。マサト選手ももう嫌顔でもきつい攻撃を返しますよね、はい、表情を変えずに前へ出ていく。危ない危ない、右が入りましたか。今ちょっとパンチありましたよ、リーチではこの長身の鈴木が大きく上回ります、よく見てますよね鈴木選手パンチ。マサト選手もいいパンチ打ってますよ、まあ何と言いましてもこの鈴木は1メートル83センチの長身です。ローキックマサト、畠山さんもこのマサトの戦い方はずっと2002年からね。ちょっとパンチでクリンチに効いたって感じですね、蹴り返したマサト。危ないですね今のパンチ、畠山さんいかがですか。いいミニステップですね、自分の一番の自分のパンチが入りましたね。自分のパンチがありましたね。鈴木が本当にプロボクサーであるということを印象付けるのが、このわずかな期間で7キロの減量を行ってきました鈴木です。マサトの左今入りましたねジャブ、マサトキックが飛んできました。さあ大事なの右ストレートを飛ばしてきた鈴木。大晦日のリング、おお危ないですよこの右ストレート、この伸びてくる、伸びてくる、危ないですよガードしないとね、左ガード下がるんですよ、ガードしないと狙われますから、鈴木のこの右のストレート、カウンターの右ストレートが鈴木の得意技。ローキック、あとはこの蹴っている正人のローキックが鈴木がどこまで耐えられるかですよね。そうですね、あとだけど正人選手攻撃がよく出てます。ああいい右だ正人選手、相手のカバー、危ないですよ、さあカード下げたら、左は上げとかない、左は上げてもらえたら、ここはスリップです。鈴木選手もけどあれですね、キックの対応できてますね、今回は、できてますね、なかなか、デビュー戦でのザンビリス戦では、まあ、効いてると思うんですけどね、さあ、残り10秒を切りました、ラストのカウンター、次は前へ出る。ゴングが鳴った途端にボクサーになってしまっていたとデビュー戦を振り返った鈴木ですが、あの時の俺はもういないと思っています。第1ラウンド終わりました。第1ラウンド鈴木の拳が正人を捉えています。シンジ君、アスカ、レイ、敵を倒すためにはエヴァ2体のタイミングを完璧に合わせた攻撃が必要なの。CR 新世紀エヴァンゲリオン奇跡の価値は Feels。 走るたびに感じるフィーリング、心の翼が羽ばたく空を駆ける快適な走りは、翼をまとうタイヤから。 On the wings of good year、イーグル LS2000 ハイブリッド2デビュー、グッドイヤー。ごちそうさま。この惑星の住人は今日から働く上司、働くという行為に取り憑かれているようだ。しかも疲れることが嬉しいらしい。
今日は1キュッパ祭りです。この惑星の住人は1キュッパが大好きだ。そして駐車禁止は厳しい。ただこの惑星の社秋は泣ける。この惑星は全くろくでもない。缶コーヒーのボス、良いお年を。第1ラウンド、まあ、やはりこのボクシングの世界で日本チャンピオンに長く君臨してきただけのものはありますよね、この水牛パンチ力。これは危なかったですね。この辺りの、まあ、畠山さん、正人、非常に目がいいですよね。目はいいですよね、ただやっぱり、はい、あの左ガードが下がるんで、はい、目だけではやっぱかわせないですからね。ベンチが長いですよね、よくできますよね。今のローキック、これ2回カットしてるところですけど、はい、対応できてますよね。対応できてます。ベンチは全然、やっぱり1年間蹴ったら動くんだよ、はい、違いますね、はい、さあ、第2ラウンド正人が蹴っていく、蹴っていく、倒していきますよ。ちょっと杉野足効いてますね。まさとここは勝機と見たか。まだもじらしたい、じらしたい、効いてきましたね。田丸さんどうですか。すごいですね、やっぱりそのまさと選手の喧嘩売るだけのことありますね。すごいパンチも効いてると思います。まだもキックもすごいです。まだ試合に飢えているんですと話していたのです。ちょっとぐらついている、足が止まっている、足が止まっている、蹴った蹴った、あっと足が止まった、蹴った、ガードが下がっている、蹴った、倒した、鈴木京初めてのダウン。左足奇妙な音を立て鈴木の巨体が倒れました。それでも立ち上がった鈴木、はい、さあ魂を見せている富さん、魂を見せている鈴木。ガードガードガード、普通に顔を歪めるまでもなく鈴木は懸命に耐えながら前へ出ようとしている。ロキック、マサトのロー、これが世界を取ったマサトの拳と接してキックだ。2003年世界の頂点に日本人として初めて立った。そこからはマサト世界の頂点を取り返す戦いが続いていた。今年はその戦い頂点に立つことができなかった。もうちょっと鈴木選手パンチが踏み込めなくなってきましたね。ここはやっぱり足の影響ですが、さあ踏み込んできた、まず踏み込んだ、さあ蹴った、蹴った、ラスト、ここはどうだ、ここはノーダウンです、スリップです。第2ラウンド、さあ正人はここを勝機と見てさらに攻め続けるか。鈴木はどう防戦